で、このコロナで激変する政府の役割と、はい、いうこれはワシントン・ポストのね、はいはい、いい記事です、ね、もうこれは大きい政府に突入していきますよと。あの先週なんですが、うん、我々ちょっとこのすみません、じゃあ21番、うん、はいはい、あの新型コロナへの対応ということで、はい、これ両党の問題って、あの、はい、共和党民主党ね、アメリカの、はいはい、両党、まあ、二大両党の特徴というか、はい、民主党と共和党がこういうなんですかね、ポリシーを持ってますよという、はい、ポリシーの特徴をいくつか挙げました、うん、はい、民主党も共和党も僕何を結局言いたかったかというと、はい、今こういうコロナみたいな時の状況バッと出てきた時に、うん、まあ、危機の時代、はい、冬の時代に入ってきた時に、うん、両党とも実は目指してるその方針として、今のこういう危機に対応できない弱さを持ってますよって話ですよ、はいはい、まあ、一番僕強調したいのがですね、あの共和党は今までその社会資本を損切りしすぎだったと、はい、個人の自由の名のもとに、うん、で民主党は逆にそのみんなを助けなきゃいけないっていうあまりに社会主義的なことをやりすぎてたんで、はい、損切りがちょっと逆にできないっていう、うん、あの弱さを持ってたということじゃないですか。でこれは弱い人を損切りできなかったのと、弱い人を損切りしてた共和党 ね、で弱い人を損切りするから、はい、強い人が残って国が成長するっていう考え方が共和党、ね、共和党ね、はい、そうです。で民主党っていうのは、はい、全員を救うから成長するみたいな考え方だった、ね、そうです、大きな政府ですよね、はいはい、まあ、だから今どちらかというと民主党側に有利になりつつあるっていうのはあるんですけど、うん、はい、ところが、うん、こういう超党派的なことは今できてる。じゃあなぜかというと、うん、コロナっていうものが今、うん、ものすごい大きな脅威で、うん、で今まあ、当然あの見ててもあの皆さん思うと思うんですけど、はい、そのとにかく中小企業というか個人をみんな助けなきゃいけないってことで、はい、あの2トリリオンで200兆円レベルですね、うん、日本でいう、はい、あれあの1回通過させてみんな給付金やるんだって、で12万ぐらいこうみんなに配りつつ、うん、はい、今その追加のやつも今出しましたよね、はい、今アメリカって実は超党派でその表向きはねトランプがどうだこうだってギャギャ言ってますけど、はい、うん、実はものすごくあの議会はまとまって一緒になってコロナ対策やろうっていうふうになってる。アメリカのこの超党派ができるとこいいよね。これすごいですよね。日本はさ、うん、すぐにまだ森友とかやってたわけじゃない、ついこの間まで。今でもなんかまだ今でも野党は足引っ張ってますよ今でも野党は足引っ張ってますよ。いや本当にすごいなっていう、こんだけ共和党と民主党が違うのに、うん、そう、あのアメリカはでも今大きい政府にしてできるだけあの救おうと、救える人までは救おうと。いや前回ほら先週はまだそういうところ見えてなかった部分があったんで、うん、僕はそんなにまだ実はがっちり手組んでないよねっていう話をしたかったんですけど、はい、うん、あっという間になんかその辺が実現したっていうことをこのダンバルスさんっていう人がルポ記事で書いてるんですよ、うん、はい、確かにそうだなということです、うん、これあの共和党はこんなに大きな政府、つまり国民にとにかく金流せっていう、共和党がもう金ばらまくっていうのを言い出してる。ありえないじゃないですか、こんなのもニューディ、うん、まあ、ニューディールは民主党がやりましたけども、はい、これそんな昔にこんな大きな政府なことをやるっていうのはもう前代未聞、うん、はい、でもそれを今やってますからね、はいはい、とにかく多くのアメリカ人たちがこれだけ独立は政府に金を払いたくないとか言ってる人たちは全員がみんな政府に金くれって今言ってるっていう、うん、そうそうそう、確かにねこの大きな変化、うん、びっくりですね、はい、で最近のまさにこう救済法案の成立完全に超党派でできてるんですけど、はい、この問題はですね、うん、これやり続けるとおそらくこの大きな政府になったまんま、うん、肥大化したまんまおそらくいくっていうのはこれ歴史的にもこう全く同じなんで、はい、まあちょっと無理な、まあ、共和党側はそれ後でいかに削減するかっていうところに話は出てくるのかもしれないですけど、今は一時的にとにかく変わってアメリカの政治そのもののもう性格が今ガラッと変わったよってことを言ってるんですよ、はい、なかなか鋭いなということです、はいはいはい、でこのダンボル、うん、バルスさんはこのことをですね、じゃあこれは何かというと、はい、オーソリタリアンセントリズムって、つまり先制的な中道主義が今アメリカの中でバーンと盛り上がってると、真ん中がくっついたと、うん、そうですっていうことなんですけど、はい、僕はですねこれ表面的には今アメリカってすごく、まあ、先ほども言いましたけどトランプ政権のやり方をめぐってものすごい分裂しますね、うん、未だに。でも、はい、あれって実は騙されちゃいけないんですけど、我々トランプ政権にのやり方について分裂してるのは、うん、連邦レベルなんです、はい、国アメリカって実は2層というか3層ぐらいになってて、はい、上のところのその連邦レベル、つまりそのアメリカ全土の政治の部分では完全にまだ分裂したままです、はい、ところがその下の州とか、うん、そのカウンティーとかその市とかそういうレベル、はいはい、ローカルレベルでは実はアメリカ人って
これ今の普通のアメリカ の, あの報道を見てたら分かんないんですけど、めちゃめちゃまとまってるんですよ。団結してる、今団結してる、うん、すごいね、危機感を共有されているんですよ、はい、その一つの例、これですね、ケンタッキー州、はい、アンディ・ベシアさんってこれ民主党の人なんですよ、うん、民主党なんですけど、まあ、トランプとは仲いいという言われてます、はい、でこの方がですね去年の、補選ですかね、はい、2019年の11月にやった、うん、選挙で、まあ、州知事 の, 選挙なんですけど、それたった5選票ですよ、ケンタッキー州の。たった5選票の差でギリギリで、トランプがこの、いや民主党が勝ったなんておかしいと、5選票の差で勝った、差で勝ってギリギリ勝ったんですけど、はい、うん、この5選票で勝ったのおかしいってトランプがその後にもう一回リカウントしろと、もう一回カウントし直せみたいなことをちょっと一瞬ちょっと揉めてた、はい、これぐらいの選挙ギリギリで民主党勝ってたんですけど、この、アンディ・ベシアさん民主党なんですけど、はい、今なんと 81% の支持率なんですよ、うん、はい、びっくりです。これ要するに州のレベルだと今アメリカ人は、おお、こいつやっぱり州知事はよくやってるなって、はい、形になってるということです。あ、でもたまたまうまくやったんじゃないの。いや、これがそういうわけでもない。そうでもない。はい、そうでもないです。そうです。じゃあ、まあ、他のところも実は軒並み、うん、ほらアンドリュー・クォーモなんかまさにそうです。はい、あ、そうですね。クォーモも出したことないよね。全然実は死者一番出してるにもかかわらず、はい、みんな団結してんじゃない。じゃあ千葉県の森田健作がめちゃくちゃ支持されてるみたいな。そうそう、そんな感じ。そんな感じ。どうしようもない。大したことやってないのに支持されてる。そうそうそう。基本的に全世界どこの国でも今危機にある時ってどうしても上がるんですよ。メルケルも上がってる。メルケルも上がってるじゃないですか。うん、めちゃめちゃすごいじゃないですか。はいはい、だって、湾岸戦争の時に、うん、ブッシュ大統領、前の、ね、お父さん、パパのブッシュだって、はい、あれ、一時期91% ぐらいの、支持得たんですよ。まあ、それでも、一気で辞めちゃいましたけど。なんか神奈川も黒岩がすげえ出てきてるじゃん、今。はいはいはい。事実上がりますよ。腹立つよね。腹立つんですか。小池も上がってる。小池さんはむしろ国を今こうせっついてるっていう状況で逆に上がってるじゃないですか、ね。小池なんてあの3連休動かしたくせにね。そう。小池があの3連休動かしたわけですよ。すよ、うん、だから全然それまで興味なかったのにこれいけると思ってからすげえ出てきてるよね。ですよね。小池は。はい。なので、やっぱり日本もそういう結構アメリカとちょっと近いアメリカと近いとは言わないですけど、その地方の自治の方の部分での、うん、そのトップがですね、首長さんたちがやっぱ注目を集めてて、うん、動いてるとかしっかりやってるっていう評価上がってるんですよ。都の持ってる防護服を中国に送ったくせにね。そう。あれね、だから小池さん、うん、小池さんは非常にその、うん、日本人離れしたし、そのやり方なんですよ。空気を。読んで、まあ、空気を読むところもそうなんですけど、自分の過去の失敗を全く認めないっていうのは あれですよ、うん、あれ普通に外国の為政者は大体ああいう感じですよね。小池さんは結構外国的なやり方をすごいやってると僕思うんですけど、そういうやつばっかりが外国人ですよというね。築地とかね、もう忘れちゃってるよね。いや、だって小池の築地の大チョンボじゃないですか。大チョンボというか、そうそうそう、うん、あの食のテーマパークどこ行ったんだよっていう食のテーマパーク、食のテーマパークありましたね、はい、で僕もう一つ証拠を挙げます。アメリカは実はその同じ一つのコロナっていうものの脅威でまとまってるっていう証拠もう一つありますね、はい、リアルクリアポリティクス、僕ちょこれいつも見てるとこなんですけど、はい、あれサイトに見てるとですね、うん、今アメリカは、まあ、全般的にアメリカ人にこれ聞いたんですけど、アメリカ全般は分断して政治的に分断してると、はい、そういう意見、うん、コロナ前は、うん、なんと 62% の人たちアメリカ分断してるよねってやっぱり言ってたんですよ、はい、政治的に、うん、ところがこれコロナ入ってこの3月ですかね、うん、調査したらなんと 22% になりました。62から22に落ちてる、うん、40ポイントもやっぱ変わっちゃったって、はいはい、これはやっぱ相当分断してるっていう意識は実は、はい、トランプ側のサポーターがなんか経済上げろとか言ってわーって騒いでますけど、はい、あれ実は表面的なもんで、うん、意外にその全般的に雰囲気としてはやっぱ同じ脅威にまとまんなきゃいけないよっていうアメリカ人のまとまり、はいはい、コヒージョンっていうんですけど、そういうものがやっぱこう出てきてるじゃないかなと思います。もう一つこのコロナに対して一緒に戦おうと、うん、一緒に同じことを統一目標として連携して戦おうという意識調査がこれあったんですけど、はじめその一緒に戦おうという意識を持っている人たち、俺たちは共に戦うトゥギャザーだっていうやつがですね、はい、前はコロナ前2月の時点で確か 62% ぐらいだったんですけど、はい、今 90% ですか。あ、一緒に戦おうぜ、だから 10% 以外はアメリカ人結構全般的にもうこれ一緒に対処していこうぜってことで、一つの共通の敵が出てくるとアメリカ人やっぱ強いなっていうの、このデータが敵というかね、もう朝から晩までコロナのことしか考えないじゃない。まあそうですね。しかもロックダウンっていうね、自分の そろそろなんかしようかなって、いやコロナだからできねえっていうことに戻ってない。でストレスが、ね、そうそう、家にいてストレスがたまるじゃん。うん、はい、あ、ちょっと外行こうか、あコロナだ、出ねえって、その
連続でしょ。ずーっとコロナのことが寝るまで。次は出しようぜ。次は出しようぜ。もうそれはね、もうこれだから我々あの忘れちゃいけないのは、うん、アメリカ人実はまとまってんですよ。うん、特に生活自分の身にかかってくるっていうところでは、はい、今すごくアメリカ人あのほら自分の生活およびその生命の危機っていうところになると、はい、うん、まとまれるんですよ、ね、ただ連邦レベルの自分とは関係ない外のところだとイデオロギー闘争で未だにトランプがどうだこうだってわわわやってるけれども、ね、我々その真相を見ると、はい、意外にこういうところで出てくるのはですね、うん、いやいやいやしっかりアメリカ人まとまってるよねというのは分かると。日本も分裂してんの、うん、日本はねマスコミが分裂を誘うような感じで言ってるような感じするけどね。アメリカ日本の場合は確かに異常ですよね。これ何なんですか、うん、いやでもね考えてみたら戦前も実はほら、うん、海軍と陸軍が分裂してやってたっていうのもあるんで、分裂してたしマスコミは煽ってたしね。そう戦争もね、なんかもしかしたらそういうところで日本やられちゃってんのかなというか、うん、そうあの分裂があのほらローカルレベルではお互いにやっぱり協力しようねっていう話は結構出てきてるじゃないですか。はいはいはい、なんですけどどうもそのマスコミレベルがなかなかうまくいってないのかなって本当僕ちょっと残念だなと思う部分ですよね、はい、まあ、逆にそういうところがあるから付け入れる、はい、外国勢力は付け入れるのかなと思う部分はあるんですけどね、はい、都知事は ね、あの多分もうこのまま小池になっちゃうよね、はい、いや対抗は作れないんだよね、うん、あれだけ自分で自分の政見放送を毎日やってるじゃない。あれはあれだけやったらあれはだから小池さんうまいんですよ。あのね、あの都の予算使って自分の政見放送ずっとやってるっていうのはちょっと都の予算がなんか、うん、12億かなんかをその特別対策もうちょっとすみませんうろ覚えで忘れちゃったんですけど、うん、12億ぐらいをそのなんか特別対策費なんですけど、うん、9億円をなんかその自分のその政見放送自分一人でずっと出てるそれだいぶ使ってんなっていう、うん、話ですよね。自民党もう出せないでしょ。丸川珠代を出そうとしたんだけど丸川が前回の選挙で組織票以外取ってなかったって、うん、あの不動票全然ねえじゃんみたいな。それで、はいはいはい、まあ、丸川も無理だろうっていう話でうもう小池なんじゃない。小池さんはだからそういうところは、うん、僕は好きじゃないですけど、はい、ほら実際の本当の仕事はできてないから嫌なんですけど、うん、こういうところはうまいっていうのは、うん、外国人並みのうまさはあるなという感じですね、うんうん、はい、はい、この米中戦争が進んでるよっていうのを我々の番組ではボルテージ高くやってるんですけど日本のテレビ新聞では全然これが進んでないと。まあ大手メディアはあまりね。米中が冷戦に入った時に作りました、はい、で、はい、その時は、アメリカと中国が冷戦に入ったっていうふうに分析したっていう記事とかもほとんどなかった、うん、日本国内にはね、まあまあまあ、なのでちゃんとこういう理由でぶつかるんですよというのをところどころ半年ごとにね更新してきました。ペンス演説ですね、はいはい、あれをきっかけに作りましたよね、はい、なので、はい、どんどんね、戦争が、はい、冷戦がね、うん、進んでる様を毎回解説してるんですけれども、うん、はい、うん、今回はコロナもありましたんで、あ、これ20年どころか、ね、はいはいはい、一気に進むんじゃないかという流れが出てきましたんで、はい、うん、20年戦争ってやって始めたけども、はい、まあ、10年5年10年で片付くんじゃないのというふうな感じになってきました、ね、動きがねちょっと早いんでね、はい、我々これ作ってる最中にも動きありましたね。動きどんどんありましたね、はいはい、コロナもありましたし、はい、なので最新情報、はい、特典として最新情報の、まあ、デリック情報およびルトワック情報もあります、はい、これを加えた形 で、ね、はい、やっていただこうと。そうですね、はい、はい、そうですね、はい、ぜひお聞きいただければ、聞いていただけたらと思います、はい、ちょっとこれ今回大胆ですよね、はい、その僕が相当その未来予測のところの部分を、はい、まあ、どうやって潰すかと、潰しますよと、はい、そうです。本当ですか奥山さん。いやいや潰すんですよと、まあ、潰しますよね。いやアメリカ勝てるんですか。勝てますよ。はい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 、それちょっと考えて、まあ、自分たちはどういうふうに占い師とか言って思っていただきたいと、どういうふうにね人生を組み込んで、そうですね、その中にねというふうに思っていや我々ちょっとそのやっぱ巻き込まれるんで、はい、その身の施し方っていうのはちょっと本当気をつけなきゃいけない、はい、これ本当これ今回は次回は本当に勝ち組入んなきゃダメですよ日本は。そうですね、はい、そうすると、はい、だから今みたいなそのために作った、はい、そうです、この米中 CG ですので、ね、はい、日本が勝ち組になるために国民の知識が必要なので作ったというふうに理解していただけたら。勝ち組本当入んなきゃダメですよ思いますね、はい、聞いて皆さんそのストレスを少しでも解消できればな。あ、そうそう、これどちらかというと癒し系ですよね。まあそう癒し系です癒し系 CD 癒し系 CD というか癒し系音声